いろんな手技が使えれば本当に女性は強いんですよね。滞りが強いので、やっぱり嫌な感じに。でも軽くなんで、うん、前からちょっとほぐしていけば多分大丈夫。痛い。さっきより楽ですよね。そうですね。はい。そうなんです。コロンで、うん、はい、胸筋、小胸筋取ってますね。鎖骨下筋とか。ここ左肩がこがいてるんで、うん、このまこっちが引き伸ばされてて、こっちが縮んじゃってるんですよね。で、それをこういう風にして、こういう風にしてってやるのが、ちょうどすごく伸ばされる形になるので、普段縮んで全くその刺激もあんまりないところを流そうとか動かそうっていうのは結構抵抗が出ますね。すごい体勢だ。ちょっとこっちに寄りましょうか。よし、じゃあちょっとね、この肩の上がってるのを下げますので、この腕の下に指を伸ばして、はい、入れて、手を入れていただいて、ちょっと早く入りますか。そう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 、はい、じゃあこれを押して下げていきますね。まっすぐに顔を向けていただいて、で楽にして息吸って、はい、吐いて、痛い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 、大丈夫ですか。痛い痛い痛い、このぐらい、痛いよこのぐらいで、それぐらい戻しますよ。もう一回やりますね、息吸って、はい、吐いて、はー、痛い、
どうしますよ。はい、やっぱちょっと頑固ですねこれね。頑固ですね。やっぱ多分長年のものですね。はい、吸って。でも最初の1回目よりも今3回目の方がちょっと楽になってきてますよね。もう痛いですけどね。はい、で戻します。はい、はい、楽にしていいですよ。これ取りますね。いやいや、あ、そんな取れちゃう。取れない取れない取れないですよ。取れないよ。ずれたのか徐々にずれたのか、あんま記憶にはないですか、左肩なんかこの時からみたいのは。いやな、事故もしてないし。でも多分偏頭痛っておっしゃったじゃないですか、はい、一因は結構これあると思いますね、片側に出るっていうのは。でもさ、だいぶ良くなってきてますよ。曲がり方がだんだん普通になってきました。あ、よかった。そう、どうですか、多分なんかこうちょっと曲げ伸ばしとかちょっと上げたり下げたりしてみていただいて、動き方がスムーズになってませんか。早くなりました、ね、はい、多分今の方がねやりやすいっていうか、肩のハマりが良くなってるので。さっき痛かったですけど、はい、やっぱ本来の位置に近づけていった方が、はい、左右差なくなって、ね、これ置いていただいて、うん、この感じが左右差があんまなくなってません。はい、こちらもまあだから、あの多分そうなんです、バランスなんですよね。必ずしもこう両方がベタっと つかなくても、うん、左右が同じぐらいの上がり方になってる方が体としては楽なので、今右がこうで左がこうで似てますよね、はい、さっき右肩をベタっとついてたけど左肩がグッと上がってたんですね。で今左肩の上がり方が少し小さくなって右肩が少し上がるようになったんですね、うん、で右肩が悪くなったわけではなくて多分本来はこれぐらいのバランスなんですね。そうですね、今の方が多分この肩も左右差がない、あの動きに違いはなくて楽だと思いますね。はい、さっきこの左側これ痛い、今も痛い、はい、あのでも右も痛くなりましたよね。さっき右の方が痛くなかったですね。なんかこの揃ってきてるんですね、貼り方がなんどっちかだけってなるよりかは両方同じように硬い方が楽なんですよ。なるほど、こんな偏りがあったとは本当に、すごい偏ってましたね今日ね。もともと結構偏りのあるお体ではありましたけども、はい、今日はかなりなんかそれが顕著になってたので。そうですね、
今こう寝てる感じがすごいまっすぐですもんね。はい、うん、この体勢も前より全然楽です、うん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 、そうですよね。ちょっとなんか膝を立てないと腰痛くて、うん、あ、はい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 、はいはいはい、今全然辛くないですね、うん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 、そうですね。だいぶ左右差が取れてるのと、はい、うん、あの弾力が背骨とか、はい、あのですね、骨盤とか弾力が出てるのと思いますね、はい、動きやすくなってるので肩もね、あの左右差が減りましたので、いろいろ疲れてますね、本当ね。痛い。痛い。すぐ痛い。今回の動画はいかがでしたか？面白かったっていう方はぜひグッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。ね、お願いします。はい、はい、あのそれでモンハさんと私とであの DVD 撮りました。リラクヤ DVD が3月の2017年3月15日に発売予定です。ぜひあのそちらの ご購入もご検討ください。これからまた随時、DVD の情報も発信していきますので、ご興味ある方はモンハさんのファンの方とか施術に興味ある方、いろいろ詳しく、解説したりとか実演してますので、見ていただけたら嬉しいです。発売初期の段階ではあの DVD の、初期特典もありますので、はい、お見逃しないようによろしくお願いいたします。ありがとうございました。